はい、こんばんは。どうも、ゆうご .tv です。さっさっさっさ。今日は、猫ちゃんバージョンでいきましょう。本日も、人生に役立つ情報を、配信してきます。自分磨きのために、今日も、学んでいきましょう。それでは本日のお題を読んでいきます。人生を明るくしたければ、言葉を明るくしなければいけない。人生を明るくしたければ、言葉が大切です。暗い言葉は一切使わないようにしましょう。悪口、嘘、嫉妬などはすべて禁句です。暗い言葉を使うと心が暗くなります。心が暗くなると余計に元気が出なくなり、人生も暗くなります。口に出さないものはもちろん、頭の中で思うだけでもよくありません。考えたくてもぐっとこらえて考えないようにします。暗い人生を明るくしたければ、言葉を明るくしましょう。称賛、共感、喜びです。口に出すだけではなく、心の中で思う言葉も明るくしましょう。明るい言葉を使っていると、心の中が明るくなります。心の中が明るくなれば、元気も出て、人生がだんだん明るくなります。明るい言葉は、好循環の入り口なのです。今日の格言。称賛、共感、喜びなど、明るい言葉を使う。なるへそね。それは間違いないと思う。確かにね、言葉。俺、高校の時に、これまたちょっと違うんだけど、なんだっけな、声出しみたいなやつで、外野の後ろの方から、ホームベースのところに監督が座ってて、図書室で調べた、自分がこれだと思う言葉を、そのグラウンドの後ろから監督に聞こえるように、でかい声で一言言うみたいなやつで、俺が発見したのは、から元気も出し方によれば本物になるっていうね、すげえいい言葉だなと思って。から元気、嘘の元気でも出し方によれば本物になる。深いですね。監督もすごい気に入ってました。だもう、ああ、だるいなと思ってでも、ちょっとなんか元気なふりしてテンション高めでやってると、本当にテンション高くなったよね。もうハイな状態になったり、そんな感じじゃないですかね。多分脳が騙されて楽しくなったり、面白くなったりするんじゃないでしょうか。はい。ということで、いつも暗くならないで明るく生きていきたいと思います。ということで、今日はこの辺で、ドローン。